です。バットが通を切っています。ランナー残塁。ヤン・ヤオシンもランナー出したんですが後続を立っています。まずは1回表裏両チーム無得点。外のまっすぐ144キロバットが出ませんでした。ヤンが2つ目の三振を奪っています。2回バファローズは三者凡退無得点。2回終了1対03回の攻撃追い込んだバッテリー、これは手が出ません。見逃し三振です。3つ目の三振をヤン・ヤオシン奪っています。これもそのキャッチャーのミット、ほぼ構えたというボールが来ました。ランナーセカンド、低めのボールバットが待っています。一塁送球スリーアウト、四つ目の三振を奪ってスリーアウト。ランナー残塁で待っています。3回バファローズは得点圏までランナーを送ったんですが、このボール川端はスイングアウトの三振でした。序盤3回には一塁に送球意思はありませんでしたもんね。そうですよね、はい。ここは大きなスイング、ファウルチップ、ボールはミットの中。5つ目の三振をヤンが奪っています。今もこれスライダーですかね、はい、変化しています、スイングアウトの三振6つ目、146キロ出ています。球速も増してきました。5回バファローズ、この試合4回に続いて3度目の三者凡退無得点。5回終了5対0、ホークスリードは5点です。さあヤンが乗ってきました、もう完全にね、はい、ちょっと スイングアウト147キロ、今日の最速ですね。7つ目の三振を奪っています。躍動してますね。そうですね、ここは見逃し三振。最後は野田さん変化球できましたね、高いところから来ましたね。8つ目の三振を奪っていますヤン・ヤオシュン。7回バファローズは無得点、7回終了5対0、ホークスリードは5点です。反撃に転じたいバファローズ、スイングアウト、9つ目の三振バファローズ。ヤンが9個目の三振を奪っています。ツーアウトランナーありません。9回バファローズの攻撃、バットを回った、最後は今日10個目の三振で締めています。ヤンは103球、見事なプロ初完封勝利、しかも無四球です。まあ、投げる方ではヤン、打つ方ではこのペーニャでしょうね。そうですね、はい、ここの2人です ね本当最後の最後ね、やっぱりあの高めのボール空振りするんですから、はい、この球威もね全く衰えなくね、素晴らしい投球だったです。